どうも、クーニンです。本日はグランドスラムカップ東京予選の決勝戦の様子をお伝えいたします。この大会、勝てば全国大会は沖縄で開催されます。決勝戦のお相手は下島ブラザーズさん。このチーム、なんと東京大学硬式野球部 OB で結成されたチームです。キャプテン番号の10番を背負うのが下島さん。そんな超頭脳集団に挑むクーニンズ。先発は川上、キャッチャーはゴリポンの佼成学院バッテリー。そして本日セカンドには9番で若林が入ります。クーニンズ久しぶりの参加となります。その初回、川上のピッチング140キロを超えるまっすぐ、初球から振ってくる下島ブラザーズの1番バッター楠田さんは東京六大学2017年の秋リーグ打率3割4分1厘3ホーマーでベストナインにも輝いたことのあるスラッガーです。そんな六大学 OB ベストナイン選手に対してまっすぐで追い込んだ川上、最後は落としました。フォークボールで空振り三振を奪う。続く2番バッターに対してもフォークボール、空振り三振を奪いました。なおこの日はスピードガン表示がありません。電光掲示板を表示するためのバッテリーを忘れてしまいました。下島ブラザーズの皆さんも残念がっておりました。本当にごめんなさい。さあ、そして2者連続三振を奪った川上、3人目のバッターもフォークボールで空振り三振を奪い、初回はなんと3奪三振、最高の立ち上がりを見せます。対する下島ブラザーズ先発ピッチャーは東京六大学でも4シーズン26試合に登板した三木投手、なんとアンダースローです。クーニンズの1番バッターはイカイダ、サブマリンから浮き上がってくるボール、追い込まれたイカイダ、最後は外のボールうまく合わせてセンター前ヒット。イカイダーが準決勝に続き先頭打者ヒットで出塁します。この日の2番はクーニン。その打席、イカイダーが盗塁成功でノーアウト2塁のチャンスを作る。ここでクーニン自らに仕掛けたサインは進塁打。とにかくイカイダを三塁に進めるバッティング。そこに緩い変化球、ちょこんと合わせてサードゴロ。これをサードショートがお見合いしてクーニンラッキーな形で出塁します。ノーアウトランナー1、3塁。迎えるバッターは3番沖田。この日は小野寺不在のため沖田が3番。そんな中、フォアボールで沖田も出塁し、ノーアウト満塁の大チャンスを作る。4番バッターはチームの首位打者関口。準決勝ではホームランも放っています。その関口が抜かれた変化球、うまく合わせてライトにタイムリーヒット。2回だ帰ってくる。2塁からクーニンも帰ってきて2点タイムリーヒット。関口のタイムリーヒットで2点を先制します。なおもランナー三塁のチャンスで5番はピッチャー川上。川上は低めのボールすくい上げました。打球は高く上がりタッチアップには十分だ。沖田が帰ってきて3点目。川上が自らを楽にする犠牲フライで3点目。さらには大貫の打席、4番関口が盗塁。体重90キロを超えますがしっかり走れます。しかしながらその後はクーニンズ後続が凡退して追加点ならず、初回は3点。2回の川上の投球、初回は3者連続三振を奪いました川上。迎えるはチーム名にもなっている下島ブラザーズのキャプテン下島さん。下島さんも東京大学で硬式野球部六大学で4シーズン戦いました。フォークで空振り三振を奪う。川上4者連続三振。しかし続く5番バッターにはフォークボール見極められフォアボールを許しました。ワンアウトランナー一塁。さらにはこの場面で盗塁を仕掛けてくる。機動力を使ってきた下島ブラザーズさん。ワンアウトランナー二塁。ここで川上アウトローに渾身のまっすぐで空振り三振を奪いツーアウト。川上これで5奪三振。ツーアウトランナー二塁。続くバッターには初球フォークボールで空振りを奪う。さらにはまっすぐ打っていってファール。これで追い込みました。フォークとまっすぐここで落とすか川上。なんと意表をついたカーブ。決め球にカーブを持ってきました。意表をつかれたバッター反応するも空振り三振。川上2回を6奪三振。アウトは全て空振り三振で仕留めます。そしてクーニンズ2回の攻撃。今日9番の若林2ヶ月ぶりのクーニンズ。現在はインフィニティバットの販売員として土日少年野球チームを駆け回っております。少年たちにいい報告できませんでしたが楽しそうにプレーしておりました。その後はクーニンズ。1番のイカイダも凡退でチャンスらしいチャンス作れず2回の攻撃終了。3回の川上の投球ここまでまっすぐとフォーク中心に時折ナックルカーブ打者のタイミングを外しております。この打席は追い込んでからフォークで三振を奪う。アウトは7者連続の三振。ここまで全てのアウトを三振で積み重ねている川上。続く9番バッターに対しカーブで追い込みました。8個目の三振になるか。最後はインコースのまっすぐショートに強烈な打球も大貫さばいてツーアウト。連続三振アウトは7でストップしました。そして1番に帰って東京六大学ベストナイン楠田選手。最後は外いっぱいの変化球見逃し三振を奪いました。川上3回を投げて8奪三振。衝撃の奪三振ショーを披露しております。そんな川上を援護したいクーニンズは追加点が欲しい場面。ワンアウトから沖田。高めのボール見極めてフォアボールで出塁。ワンアウトランナー一塁のチャンスを作ると先ほどタイムリーヒットの4番関口。その打席で盗塁を仕掛ける沖田。盗塁成功でワンアウト二塁。38歳沖田まだまだ元気。関口はフォアボールを選びワンアウトランナー1、2塁。迎えるバッターは5番ピッチャー川上。とここで川上自らバントの構えをしました。送る姿勢を見せましたがクーニンからはヒッティングのサインを出させてもらいました。引っ張った川上サードゴロベース踏んでダブルプレー。ここは強攻策裏目に出ました。クーニンズ追加点ならず。試合は怒涛の後半戦に最終回に波乱が巻き起こる。仲間とあの場所めがけ朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ気持ちと道具詰め込んだエナメル半端なしの仕掛けた分4シーズン服は汗だく。気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。